はい、どうも、ナイキャノンです。今日は、また社会科解説の、今日で3回目ですかね。3回目になりますね。ちょっと花粉症でね、ちょっと鼻が、ムズムズしておりますが。はい、では、今日からですね、今日やるのは、ちょっと次回までね、なんとかちょっと分野の説明をさせていただいて、社会科を学ぶっていうことをですね、皆さんに、ちょっと理解をしていただきたいなと思っております。では、今日はですね、はい、歴史的分野です。はい、歴史です。まあ、正直、苦手な人は一番嫌なんじゃないかなって思うかもしれませんね。まあ、過去のことだし、なんで今更これまたやんなきゃいけないんだ、みたいなね。まあ、苦手な人はそう思うかもしれません。で、すごくですね、まあ、覚えることもめちゃくちゃ多くて、人の名前がね、やっぱり名字で、いろんなような、同じような人が出てきたりとかするので、やっぱり苦手な人にとってはすごく、覚えづらい範囲なんじゃないかなと思います。はい。ただね、私はこれ大好きなんですよ。もう、私、これが好きだから、社会科の先生になったと言っても過言ではない。ぐらい好きなんです。はい。まあよくですね、生徒にはどうやって覚えればいいですかって、歴史はもう壮大なストーリーだと。物語だと。それを認識できれば絶対わかる。だって君たち、ワンピース好きな人が、ワンピースのキャラの名前忘れないでしょ？鬼滅の刃好きな人が鬼滅の刃の柱の名前忘れますか？鬼の名前忘れないでしょ？ドラゴンボール好きな人もドラゴンボールの途中で覚えてますよ、大体。はい。まあ、それと一緒だと言ってるんですけど、まあ、正直言うとあんまりね、まあ、やっぱりこれは好きな自分の思いよがりなのかなって最近思い始めました。まあ、やっぱそれがあんまりね、生徒の役に立ってないようなので、いけないなと思ったので、またちょっといろいろ考え直してみました。じゃあ、まずですね、歴史的分野とは何なのかっていうのを、まず内容を見てみましょう。はい。内容です。内容は大きく6つに分かれます。歴史の捉え方、そして古代までの日本、中世の日本、近世の日本、近代の日本と世界、現代の日本と世界、というのが、歴史の主な6つの内容になります。はい、これがですね、6つなんですけれども、まあ、まず一番の歴史の捉え方っていうのは、まあ大きく歴史とは何ぞやと、そういうね、お話になりますが、まあだから何時代があって、こういう風に繋がってきて、みたいな、そういう歴史の大まかな部分を知る。ね、その細かい内容をこれからやっていくんだよ、みたいな。もちろん、この過去一は導入のようなものですね。歴史を学ぶ上で歴史というのは何かっていうのを知らなきゃいけないので。そして、古代までの日本。これが、まぁ、ちょっと原始人とかね、そういうのが誕生して、まぁ、道具を使い始めたあたりから、まあ大体平安時代ぐらいまでの、日本の話が、こちらの卑弥呼とか、ね、大仏とか、ね、そういうのが出てくる。古墳とかね。はい。で、平安時代の、まあ武士が出てくるあたりぐらいまで、ね。で、次、3の中世の日本っていうのは武士が主役です。中世というのはもう武士とか戦う人が主役。これはもうヨーロッパもそうです。ヨーロッパは騎士とかだったんですけどね。はい。そういう戦う人が主役な中世。そして、近世っていうのが、まあ戦国時代。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が統一しだしての、江戸時代。に至るところっていうのが、まあ要は武士の世が、まあ武士の世は終わってないですけど、まあなんか平和に向かっていった時代を近世と言いますね。はい。そして、近代の日本と世界。これは、もう日本が江戸時代の、まあ、開国したあたりからね、外国の技術が入ってきて、日本がどんどん変わっていく様、そしてそれからの、まあ、いろんな文明開化とか開国があって、世界大戦にどんどん進んでいくまで。まあ、ここからも本当に近代からは世界と関わっていくっていうのが日本の歴史になるので、まあ、これ日本と世界って変わってるんだと思います。で、具体的に6番で、現代の日本と世界ということで、戦後から、どんどん進んでいってですね、日本が、まあ、現代に至るまでっていうところを、こういうふうに歴史として勉強をしていきます。はい。それではですね、まあ、この内容で、皆さん何を知りたいのか。
何を知ってほしいのかっていうことを私はちょっと考えてみました。まあ、今回の新しい学習指導要領なんかも読みながら、考えてみたんですけれども、これはですね、まあ、いろいろね、思考力、判断力とか、そういうところを新しい学習指導要領では、まあ、重視をしているんですけれども、私なりにすごく考えたこと。歴史の勉強は、このためにやってるんだ。っていうことを、ちょっと考えてきました。で、おそらくこうじゃないかなと思います。これが身につけば、本当に皆さん、歴史がね、すごいいいと思います。歴史の学習は皆さんの人生の役に立つ。なんで役に立つのかっていうと、歴史を勉強すると、こういう身につけるべきことがこれだからなんですよ。はい。歴史の学習で身につけるべきこと。これはですね、過去の出来事から学ぶ。何か壁にぶつかったとき、過去のことから学ぼうとする姿勢です。おそらくですよ。これが身につくために皆さん歴史勉強してるんですよ。要は自分が、ね、実際人生の中で何か壁にぶち当たったとき。もうこれは何かわかりません。壁というのはもう、人それぞれ違いますし。それがいいことなのか悪いことなのか。まあ壁、壁だったらちょっと悪いことの方が多いのかな。まあでもいいことでもいいですよ。いいことでも悪いことでも、なんかそういう頑張らなきゃいけないときに、過去のことから学ぶ姿勢ってね、実はめちゃくちゃ大事なんですよ。やっぱ皆さんね、もう今の時代、皆さんスマホ一つあればですね、ググって、何でも調べますよ。むしろですね、皆さんこそ、今歴史を学ばなきゃいけない。歴史を学ぶことで、まあ、過去のことを知って、過去が有益だってことがね、皆さん認識できれば、まあ、それがちょっと今、カリキュラムがね、それをちゃんとそうさせるようにしなきゃいけないんですけど、やっぱ、歴史はすごい、素晴らしいもんだって思ってる人は、過去から学ぼうとすると思うんですよ。で、これは、過去から学ぶっていうのは、学ぶ姿勢っていうのはもうこれ、あらゆることに、応用できます。はい。やっぱりいろんなね、なんか事件、事故。で、まあ、これやんなきゃいけない。そういう課題にあった時にですね、似たようなこと実は過去に結構あるんですよ。まあ、全く新しいことをやるっていうのは、全く正直ないかもしれないですね。なんかしらやっぱり新しいと思われることも過去の、失敗がね、参考になったりもするので、全く過去と関係ないことってないと思うんですよ。だから何かしら過去のことを調べると、その新しいことに、いい影響が必ずあるので、ぜひですね、この過去のことを調べる癖というのを実はつけてください。別にですね、歴史の一個一個の内容が皆さんの役に立つわけではないと思うんですよ、私も。さ、確かにですね、信長とかが何したとかね。まあ、あんなことはですね、皆さんの人生で必ず役に立つ人は、一握りです。でも、歴史を学ぶ、イコール、過去から学ぶ。そして、過去から学ぶ姿勢を身につける。これがやっぱ大事なんですね。何か自分の分野で壁にぶち当たったとき、課題にあったときに、過去から学んで、それを解決できる人になれるんで。はい。で、この視点に書いても、人生の役に立つことなんですよ、これは。過去から学ぼうとする姿勢があるっていうのはね。それを身につけるために皆さん歴史の勉強をするんだと思います、私は。そのつもりで皆さんに教えます。はい。やっぱりそうすることが、やっぱ新学習指導要領で言っている、思考力とか判断力とかね、表現力とか、そういうところの強化にもなるんですよ。結局その過去のことを調べて、それを自分で表現、自分なりに新しく表現し直す。ほんと素晴らしいじゃないですか。はい。なので歴史についてはですね、ぜひ皆さん、過去から学ぶ姿勢を身につけてください。歴史を学ぶことで、歴史をしっかり学べば、そういう姿勢が身につきます。ぜひですね、ちょっと苦手だなって思ってた人も、歴史、学んでみてください。それでは、歴史的分野の解説を今日はこれで終わります。はい。次回は、公民的分野の、解説をしますので、
これが終わったらですね、次はいよいよ、その次の次からはですね、授業内容の方に入っていきますので、まあ、実際テストとかそういうとこ、小テストとかでも役立つような、ものをやっていきたいなと思っております。では次回は公民的分野ですので、また見に来てください。さよなら。